常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、チャンネル登録、そして面白かったら高評価ボタン、さらにですねコメント欄にぜひ感想など書いてください。よろしくお願いします。いやー、なんかユニクロがね連日やらかしてますね。というかこの会社のコンプライアンス大丈夫なのかとね、真剣に心配になりましたよ。昨日ご紹介しましたけどね、ウイグルでね、製造された奴隷労働によってね製造された、まあ原料を使っていたということでね、アメリカで差し止め食らいました。まあユニクロ反論試みるも全部却下ということですね。ロサンゼルス空港でユニクロのシャツですね、差し押さえられてしまったというニュースをお届けしましたが、今回なんとですね、連日、お騒がせですが特許権侵害ということでですね、裁判で負けてしまったというニュースです。これもまたユニクロなんですね。これ NHK とかまあ各社報じてるんですけど、とりあえず NHK の記事ね、ユニクロ特許訴訟で敗訴ということで、ちょっとこれ早口言葉な。ユニクロ特許訴訟で敗訴。無人レジでタグ情報を読み取る技術でということでですね。NHK 次のように報じてます。ユニクロの店舗にある無人セルフレジに使われている商品タグの情報を読み取る技術の特許をめぐって、大阪市の IT 企業とユニクロを展開するファーストリテイリングが争った裁判で、知的財産高等裁判所は IT 企業側の特許は有効だとする判決を言い渡しましたと。この IT 企業はね、アスタリスクという会社なんですけどね、実はね。はい。で、裁判で争われたのは、ユニクロの店舗にある無人で会計ができるセルフレジ、商品をまとめてくぼみの中に置くとタグの情報を読み取ることができると。あれ、体験したことある人いるかもしれないですけどね、置いた瞬間にピーつってね、全部読み取っちゃうんですよね。非常にすごい技術だなと思ったんですが、この技術はですね、実はこのアスタリスクが、発明して、なおかつ特許を、取った技術なんですよ。ところがですね、ユニクロ側はですね、これまでの技術と同じで発明は簡単だと、いうふうに主張してですね、特許庁に訴えて、で、まあ、これで、まあ、争ってたんですね。で、特許庁では、IT 企業の一部の特許は無効だと、まあ、判断されていたんですけれども、まあ、裁判でですね、いや、そんなことねえ、という判決でした。裁判長はですね、上向きに置いた状態でタグのデータを読み取る技術の発明は簡単にはできないと、いうふうに指摘してですね、特許庁の審判とは逆に、アスタリスク側の主張を認めたと、いうことでございます。で、アスタリスクのですね、鈴木社長はですね、中小企業の技術開発へのチャレンジが簡単に覆されてしまうのは良くないので、特許が認められて本当に嬉しい。この判決をきっかけに中小企業の特許も正しく扱われる世の中になってほしいというふうに話すそうです。もう大変でしたね、社長ね。私も中小企業の経営者なんでわかりますよ。ね、大企業様ね、もう本当にね、我々のような、吹けば飛ぶような中小企業。人間と思ってくれてるのかな、よくわかんないけどね。はい。で、ユニクロ側はですね、判決内容を精査するというですね、まあコメントを、しているそうです。はい。でね、このね、事件で、ね、私思い出したのはね、アップル社によるね、中小企業いじめの話、昔ありましたよね。あのことをね、ちょっとね、思い出しちゃったんですよ。これね、ちょっと調べたらね、週刊アスキーにね、記事がありまして、この記事はね、つぶい総一郎さんというね、アスキーの方が書いた記事なんですけれども、記事の中でね、こんな、ちょっと紹介があるんですよ。ある本のね、ある本というか、2013年に発売された、アップル帝国の正体というね、文芸春秋社から出た、その本があるんですけど、この中にね、iPod のステンレスを研磨している職人の元にアップル社員がやってきて、一日中ビデオカメラを持って、職人の手元の作業風景を収めていったという、まあ、描写があるんですね。で、この撮影は3日にわたり、そのステンレス製商品の生産は、アジアの他国に移管され、燕三条周辺でアップルからの仕事はなくなったと、いうふうに言われていますと。まあ、このことを紹介してですね。まあ、燕三条で行われたステンレス研磨において課題なのは、まあ、日本の高い人件費と大量生産への対応と言われていると。つまり研磨方法を人件費の安い、地域に移転させ、大量生産を起としたと推察されるというふうに言ってますね、坪井さんはね。で、まあ、技術研磨っていうのはね、大きく分けて、素材と研磨する機械と手作業に分けられるんですけど、まあ、素材と研磨する機械が金さえあれば買えますよね。で、問題はその手作業のとこなんですが、そのボトルネックの手作業をですね、まあ、その、ね、優越的地位を使ってですね、まあ、事実上、まあ、スパイを送り込んで、産業スパイをね、公的にね、撮影させてくれと言って断れないですよね。こっちだって買ってもらってるから。で、撮影させて、盗んでしまうと。いうのは、これはちょっとシャレになってないんじゃないかという、まあ、ご指摘なんですよ。はい。そういう意味でですね、
まあ、この、アスキーの記事によると、スワイン三条でのアップルの試みは、ビデオ学習によって直接的な指導は行わない環境下でも、インサイダーの立場を通じて模倣できたことを意味している。つまり、細部の品質の差など、長年の熟練を必要とする部分はあるだろうが、会社としての品質基準をクリアすることに目標を置いた場合に、それまでの制度は不要であった可能性もあろう。それよりもある水準以上の製品を大量に生産し、コストを下げ、収益を高めるよう、経営バランスを図ったのだと考えた方が、腑に落ちると。このように取引を通じてノウハウが移転する可能性について、まあ他にもいっぱい事例があるということでね、この後アマゾンの事例も紹介してるんですけど、アマゾンが独自の配送網を作るとか言ってるでしょ？で、あれもですね、もともとアマゾンっていろんなところにこう発注してたんですよね。はい。例えば、日通、日本郵政、ヤマト、セイノ、佐川急便とかね。いろいろ使ってやってたんですけど、この業者との取引を通じてですね、配送のノウハウを盗んだのではないかというご指摘なんです。例えばですよ。まあ、この中にちょっと書いてあるのを読むとね、周配時間、ローテーション、拠点数及び配置人数、物流の集中地域、配送マネジメントシステム、周配コスト、車両タイプ、性能、およその人件費、ね。こういったものをですね、まあ、運送業者別にね、掴むことは可能だったのではないかと。で、もともとヤマト運輸とかはこのシステム開発するのにね、それこそもう血へど吐くような経営努力してるんですけれども、アマゾンが大量発注することによって、まあその取引先である、まあその業者からですね、実質的にその情報をまあ盗めてしまうと。ね。まあだってビッグデータみたいなの落としても分析すれば一発でしょ。まあこういうこともあり得るんだなと。いうふうに思ったんですね。でね、こういうのってね、やっぱその大企業様ね、まあそれはコストダウンの圧力あるのかもしれないけどね、株主の方からね。まあでもちょっとこれさすがにね、これお天道様は見てるぞみたいな事案だと私思うんですよね。中小企業いじめもいいとこだしさ、まあヤマト運輸は大企業だけどさ、これ開発すんの結構大変だったんだよ。まあまあでもまあしょうがねえのかな、こういうのもね、まあ生き馬の目を抜くようなね、この中小企業というかね、企業間競争の世界ですから、まあ、盗まれるようなノウハウだとすると、こうやってね、まあ、あまりにも大量の発注をするようなところは、その技術をね、内製化していくと、いうことは、まあ、あるわけですよね。で、実際、まあ、やられちゃってるということです。で、今回のね、ユニクロのね、この件もね、実はこのアッサリスクという会社は、最初にね、このなんか営業で持ってったらしいんですよ。ユニクロに。はい。これ書いてるんですけれども、日経新聞かなんかかな、書いてたんですけど、なんかこれ、一度お話を持ってってですね、そんで、持ちかけたらしいんですよね。まあこれ、ちょっと別の、これ朝日新聞の方の記事ですけど、アスタリスクは当初ファーストリテイリングに技術を採用するよう持ちかけたが、断られたと、いうことなんです。で、断っといて、でもあれいいアイデアだなと。ちょっとできねえかっつって、まあ結果的には特許侵害しちゃったみたいな感じで、これすごい僕が今紹介したアップルの事例とか、ね、それからアマゾンの事例にも近いですよね。そういう大きい会社が取引とか、それからその営業でプロモーション来たのを通じてですね、そこには出さないでね、内製化して、技術を内製化して、技術やノウハウを内製化して、自分のところでやってね、よりたくさん儲けようとするという。まあ、資本の論理なんですけど、まあ、これはなかなかね、まあ、情報がね、これだけこう、まあ、たくさん出たり、データの分析とかもできるようになったんで、まあ、容易にね、こういうことできるようになっちゃったとは思うんですが、まあ、それにしてもね、やりすぎるのはちょっとどうかなと思うんですが、まあ、とはいえね、盗まれちゃうようなノウハウでやってる方が悪いというね、厳しい見方もありますので、まあ、これはね、盗まれる側も気をつけなければいけないんですけれども、まあ、そういう意味でね、まあ、こういう特許とか、まあ、そういうものである程度、プロテクトできますので、まあ、結構でもね、特許侵害って訴えた方がね、7割から8割ぐらい負けるというふうに言われてるので、なかなか厳しいんですけども、よく今回そのね、ユニクロ相手にこのアッサリスク勝ったな、というふうに思いますけどね。はい。まあ、いずれにしてもですね、そういう、まあ、優越的な地位を利用してね、技術やノウハウを盗むというのはいかがなもんかなと思います。で、まあ、今回ね、なんでユニクロのこの件取り上げたかというと、まあ、ユニクロ自体がね、チャイナに対して追及甘いですよね。はい。政治的なことは、ノーコメントだとか言ったりしてね。はい。ウイグルの人権問題とか、ツッコミ甘いじゃないですか。で、そのツッコミ甘いっていうのは、やっぱその、まあ、経営者のその、フィロソフィーの部分が、もしね、その人権軽視っていう形で、チャイナに、まあ、ね、寄っちゃってるんだとしたらね。まあ、パクったってもう、取ったもん勝ちだみたいなところも含めてですよ。チャイナってそうでしょ？国家的なリソースを使って産業スパイやって、移転した技術でね、大量生産して安く売ってみたいなことやってたところですから。ね。で、そういうところまでチャイナの真似しちゃってるんだとしたら、これちょっと柳井さん、コンプラ上この後問題いっぱい出てくるんじゃないかなと。そんな風に、思わなくもないなと。まあ、下請けいじめやらないようにね、いろんな法律とか整備してますけれども、まだまだ、
守られてないようなね、感じはしますが、でもね、法律で守ってもらわないと勝てないっていうのもね、これもまたね、非常に情けない話でね、まあ企業経営者としてですね、まあ厳しいことを要求したい反面ですね、まあでもこれ、ちょっとね、平場で戦ったら勝てねえなみたいなのもありですね、非常に複雑ですが、まあとはいえですよ、ユニクロさん、経営理念、経営哲学、向こうにあんまり寄っていくとね、ちょっと良くないかなと思いますね。はい。ウイグルのね、人権弾圧、証拠ありますから、昨日の動画でも言いましたけどね。もうちょっとよく調べてやってください。ね。で、チャイナのやり方がいいんだみたいな感じで、パクリもいいんだみたいな、そういう発想になってるんだとしたら、これ、とんでもない問題ですから、ね、もう一回にちょっとね、コンプライアンスというものをね、お考えいただいてもいいかなと。まあ、経営のね、大先輩でね、私なんかよりも大成功してる柳井さんにね、こんなことを申し上げるのはね、大変、おこがましいんですけれども、まあでもね、柳井さん、ぜひね、もう一度、その世界情勢ね、もう一度よくお考えいただいてね、今世界がどっちに向かっているかということをね、頭に入れて経営していただくのがいいんじゃないかなと、いうふうに思っております。あと中小企業いじめるのもね、やめてください。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。それからコメント欄に感想などね、書いてくれると大変嬉しいです。ガー。